然なんかこう痛くも痒くもないというあのスタンスにあるんだと思いますね。今度法人税の方ですけどね、はい、法人税を減税すると、はい、そうするとね、まあ、要するに法人の利潤が増えるからね、はい、まあ、先ほどとどまるってこと言ったけど、はいはい、もうちょっと積極的に言えば投資活動もね活発になるだろうってなふうにみんな思うわけよね。もちろんそうかもしらんけど、場合によってはですよ、はい、法人税減税でその、増えた法人のね所得が場合によっては海外に行っちゃう場合だってあるわけでしょ、はいはい、ね、じゃそれどころか、法人税を下げてですね、法人が活発になってもですね、消費税が上がったために作ったものが売れないってことだって起こり得る。それがあるんですよ。そうか、そうですよね。倍になっちゃってからすると、利潤って言いますと、プロフィット書いちゃおうか。利潤って言うとね、これやっぱ法人の持ち主であるなんて、はい、株主にね、はい、行くものだけども、リターンっていうのかな、収益っていうふうに考えましたらね、あ、収益か。これはね、実はその株主への配当だけじゃなくてね、例えば定期雇用労働者への、はい、なんて言うんでしょう、ボーナスとかね、はい、一時金とかいろんなこともあるわけでしょ。だから法人税減税してその分がね、単に株主に行って、で株主のその儲けがですよ、海外行っちゃうとかね、はい、そんなこと考えたらね、これをいかにこの分をね、はい、なんて言うんでしょう、分配するかっていうね、ということも本当は議論しないと今おっしゃったようにですよ、勤労者に全然分配されなければ、ね、勤労者の消費欲が湧かないからね、作っても売れないということになるわけですね。まあそれに関してはですね、目的税にして、しかもその消費税をですね、うん、毎年 2% ずつ上げていくというような提言をしたあのフェルドシュタインというアメリカのですね、どっちかというとタカ派と言われている経済学者がいるんですが、どういうことかと言いますと、大体消費税を上げると言いますと、上げる前の年に消費が伸びるものなんですよ ね、 それを毎年やろうっていう話なんですね。なるほど。でもそれを言ってる人たちもいますね。駆け込み需要ね。そうです、駆け込み需要を狙った消費の上げ方っていうのは今野党の方でそっちにした方がいいって言ってる人たちもいますからね。それはどうなのかっていうことがあります。その財政というのは安泰なのかという話を、最後にしていかないといけないと思うんですが、ご覧いただければですね、どのぐらいそのお国が、借金してしまったかということなんですね。GDP 比で見るというのをこれ世界的にやられているわけで、今年2009年の時点ですでに 200% 超えたと言われています。下の方のグラフはですね、なんか日本の方がまだまだ大丈夫みたいに見えるんですが、これはですね、政府のその借金の中からですね、国民が納めておりますあの年金の基金の分を足してあげた分なんですね。政府の財産だというふうに見なして計算をしますと、こういうふうな形になる。実はですね、98年頃、今の、財務省、昔の大蔵省がですね、財政危機だ財政危機だと煽ったといいますか、その盛んに宣伝したことがあった、うん、その時はですね、実は日本はこの下の方のグラフで見た時はそれほど大した赤字ではなかったんです。で実は僕それ言ってたの、大したことねえんじゃないかって頑張ってたんですね。ここら辺でかなりの決断をして思い切った財政出動を行ってですね、日本人を元気にすればよかったのかもしれません。ところが日本がやったのは逆にですね、国債の増発、そうです、うん、財政出動したことによってどんどんその赤字が伸びたわけですね。いずれにせよですね、まあ現時点を見ればですね、決してその、安泰だっていうわけではないんです。ただもう一つですね、見ておかなくちゃいけないデータっていうものがあります。これです。日本の財政は破綻するんだという言い方を最近、するようになりました。注目をしていただきたいのはですね、この紫色の部分を見ていただきますとですね、日本は非常に小さい。もう一つ青の部分ですね、自分とこで発行したはずの国債をですね、政府がもう一回買い戻しているんですね。パーセントが全体の 41.1% も占めるという、そういう国が日本なんですね。それからその海外はなぜ問題になるかと言いますと、海外へ、売りますとですね、海外のその債券市場でいろんな評価をされたりですね、投げ売りになったりして国債というものが暴落するという事態になることもあるわけであります。ところが日本はですね、ほとんど国内で売り切ってしまっている。この日本の場合、この部分ね、はい、これが 4.3% なんです。2005年、ちょっと少し前なんですが、今年は多分 5%